今シーズン注目の10選手。お願いします。本日は青山学院大学編です。はい、行きましょう。青学編、うん、揃ってますよメンバー。そうなんですよ、強いと思います、うん、ただまあ強力な4年生が卒業したっていうイメージもありますね、うん、あ、まあ確かに確かに、はい、うん、パワーランキングではね3位でした、ね、3位ですから、ね、そうですか、うん、悪くはないね、全然悪くない、うん、いやでも実際ですよ、うん、去年の今頃は、うん、もう絶対的な強さが1位だというのはここでしたかね、言われてました、青学でしたね、でしたでした、うん、蓋を開けると、うん、駒澤の三冠だったんですけど、うん、今シーズンはどうなるのか、はい、ちょっと見ていきましょうね。はい、それではまずですね、うん、エースから聞きたい、はい、うん、青山学院大学のエースは誰なんだろう、うん、それではヨッシーから教えてもらっていいですか。はい、僕はですね、この方ドン、佐藤一世選手。おお、はい、なるほどね、うん、うんうん、まあ箱根限定だと太田くんっていう声も結構ね大きいとは思うんですけ ど、うん、なるほど、ただやっぱりね駅伝全体を見たりとか、うん、まあ、トラックとかを見ると、うん、やっぱ実績では佐藤一世くんじゃないかなと、うん、はい、思いますね、はいはいはい、でもラストイヤーになりますんで、うん、僕はやっぱ2区でね留学生とか他の大学のエースとねやり合ってほしいですね。なるほど、はい、今箱根の話になりましたね。肉ですね。肉です。わかりました。はい、じゃあ道ちゃんの、うん、青学のエースは誰なんだろう。教えてください。どうも、はじめます。どん。あ、佐藤一世くん。なるほど。一緒なんだ。一緒だ。最近一緒のこと多いっすね。そうね。はい、言ってる方は知ってると思いますけども、うん、僕たちは話し合いしてなくて、ありますから。今知りますからね。そうですね。まあ一世くんね、うん、今年青学どうなのかと言われてるんですけど、はい、三大駅伝でくくったら、うん、区間賞これだけなんですよ、青山学園で持ってるの、区間賞というものを、うん、だからやっぱ学生ハーフも良かったし、うん、やっぱり佐藤一世くん、ね、うん、高校の時強かった、うんうん、あの時の輝きが今回もあるんじゃないかと思ってます、うん、なるほどね、なるほどね、はい、分かりました、うん、さっき箱根といえばって言った話、うん、大田くんって話しましたね、うん、はいはい、道ちゃんも箱根で言っても大田くんという気持ちありました。まあよしよし、箱根にくくったら大田くんなんですけど、うん、まあ、全体的なその10人の中でのエースといえば、うん、伊勢くんになりますね、うん、やっぱそうですね、ナムカも含めたらね、そうなんです、わかりました、うんうんうん、わかりました。じゃあですね、うん、まあ、これ箱根でちょっと見ていきたいので、うん、まあ、お二人ともこのエースにしたから、うん、佐藤伊勢さんオーロでしょ。そうです、オーロです。残りの4人を書いてください、うん、はい、はい、それではですね見ていきたいです、うん、はい、よし、うん、お願いします。はい、僕はこちらです。ドン、鶴川選手、はい、そして太田選手、うん、はい、塩出選手、はい、若林選手。なるほどなるほど、はい、こうなりましたね。まずね鶴川くんですね。これはもちろん1区と考えていいんですか。そうです。なるほど、はい、わかりました。やっぱめっちゃ期待されてね入学してきた選手じゃないですか、うん、この方。確かに。ただねまだ三大駅伝1回もしてないですよね、うん、ですね、はい、うん、まあ復活すればね1区でも区間賞争いできるねポテンシャルがある選手なんで、うんうんうん、ちょっと期待したいですね。なるほどね、はい、うん、楽しみだ、うん、で僕はやっぱ2区に佐藤一世君を置きたいので、うんうん、まあ、3区に僕はねやっぱ太田君、うん、ああ、さっき話出ましたね、はい、まあ、箱根ではやっぱ無類のね安定感をね見せてるランナーですよ。確かに、うん、うん、まあ、でも2区のねタフなコースよりは経験があるこの比較的走りやすいコースの方がいいんじゃないかなと思ってちょっと3区に太田くん置きたいなと思いますね、はい、そして4区塩出選手、ここか、はい、2年生ですね、うん、まあ、ハーフの距離ではね本当にね非常に安定感あるランナーで、うん、ハーフの持ちタイムを青学では若林くんの次で2位なんですよね、うん、なるほどね、うん、なんでまあ往路に来てもね全然おかしくないんじゃないかなと思います、うん、そして5区は若林くん来ましたね、はい、もう上りですよね、うんうんうん、若の神ですよね、ですね、はい、まあ、前回はね体調不良で出れなかったんですけど、うん、その後都道府県とか、うん、丸亀ハーフ、うん、とんでもない走りしましたんで、うんうん、もうやっぱねとんでもないポテンシャル持ってるなと思いますね。確かに。ではやっぱぜひ山で見たいと思います、うん、見たいですね、はい、わかりました、うんうん、まあ、強そうだな、うん、すごいです ね、うん、さあどうちゃんがどういう風な4人を選んでるのか、うん、はい、お願いします。僕の4人はこちらです、うん、ドン、四季くん、はい、太田くん、鶴川くん、若林くんと。おお、これは区間順に書いてます。もう一応書いてます。先ほど一世くんは僕この4区に。あ、4区、ね、4区、うん、で四季くんは1区、はい、太田くん2区、鶴川くん3区、うん、5区若林くん。あ、じゃあエースは佐藤一世くんといえども、はい、2区には太田くんなんですね。まあそうですね。なるほど。そうなの、うん、はい、わかりました。ちょっと説明お願いします、はい、四季選手は、うん、まあ、2年前のここで、うん、
3位ですね。はいはいはい、はい、まあ唐田君には負けましたけど、うん、3位といういい走りしてるんで、はいはいはい、で今年キャプテンなんでね、うん、ちょっと責任果たすような走りをしてほしいなと、うん、スタートで、なるほど、で2区は太田君にしました。一世君も考えましたけど、うん、一世君4区をねなんか未だに希望してるみたいで、うん、だから太田君がね、まあ1年生の時3区、2年生の時4区走ったんで、うん、もう2つとも良かったんでね、良かったね、うん、2区でもエース区間でもいいんじゃないかと思います、うん、なるほど。で3区は鶴川選手、はあ、まあ、みんながねスタートスタートって言って、僕もまあついこの前まではスタートじゃないかとか言ってましたけど、うん、それはちょっと引っかかるっていうか、はい、まあ、僕もスタートじゃないんじゃないかと、うん、初めてのデビュー戦は走りやすいとこから行くんじゃないかと、まあね、走ってかといってちょっと重要なんですけど、うん、オーロなんで、うん、ただ鶴川君がちょっといないと青学の復活っていうかね、ちょっとこう下馬評上がんないと思うんで、うん、まあ、鶴川君頑張ってほしいなと思います。ほうほうほう。で山は若林君、そうですよね、はい、うん、もう言うことないです、うん、はい、神ですから山がね、若林君いない以外見当たりません、ちょっと僕の中では、うんうん、だから若林君はここでね、うん、やっぱいい順位でゴールしてほしいですね、うん、なるほど、はい、わかりました、はい、あ、ちょっと変わりましたね。お互い見合ってどうですか。そうですね、四季選手がいくなんですね。いくですね、うん、やっぱ良かったですから ね、うん、ね、前々回か、うん、前々回ですね、うん、やっぱ悩みました僕も。あ、そうですね、四季君と鶴川君は非常に悩みました。あと太田君2区がね、うん、結構予想してる人多いんですけど、多いですよね、2区どうなのかな、いけるかな。いや、もう対応できるんじゃないかなと僕は思ってて、うんうん、まあ、3区4区で、ね、やっぱ違いますからね、うん、ここ対応できてたんで、まあね、はい、うん、どこでも走れるっていう感覚を僕たちが持つのだけでもすごいですよね。まあ、箱根にくくってみればね、いいですからね、素晴らしいですからね、はい、うん、分かりました、はい、こうやって見ると往路素晴らしい選手揃いましたけど、揃ったね、はい、うん、袋、これちょっと楽しみですね、はい、袋の5人お願いします、はい、それではですね、もう往路だけ見ると本当にね、駒澤大学も強敵やられたなと感じと思いますけれども、はい、袋問題ですよ、はい、袋どちらから5人お願いします、はい、こちらです、ドガン、はい、黒田くん、荒牧くん、田中くん、うん、塩出くん、山内くん、おー、なるほどね、なるほど、ガラッと変わりますよね、はいはいはい、田中くん以外は初ということで、なるほど、なるほど、はい、うん、ということにしました、はい、なるほどね、はい、黒田くんは、うん、まあ3勝でね、ちょっとアンダー20でもいい記録出しましたし、はい、まあ今乗ってるんじゃないか。これは黒田くんがロックで考えていいですか。ああ、ロックで考えていいです、まあ、上りをね、うん、本人希望してるでしょうけど、うん、まあ、下りでも3勝をこなしてるんで、うん、いけるんじゃないか。野村君もちょっと考えてたんですけどね、うん、まあ、黒田君の方が今いいんじゃないかという判断です、はいはい、なるほど。で7区は荒牧選手、はいはい、ハーフでね、うん、いいタイムでも走ってますし、うん、やっぱこの世代はちょっと頑張らないといけないと思うんですよね。そうですよ、黒田君、塩田君と一緒に頑張ってほしいんで、うんうん、はい、やっぱ荒牧君走りやすい7区で、うん、得意のスピードを生かして、うん、太田先輩を追ってほしいなと思います。なるほど、はい、大舞台やけどね、大舞台ね、ああ、そうだ、うん、で8区は田中選手、はい、はい、もう経験ありで、うん、ハーフ強い方なんで、うん、もう前回も8区で5位ですかね、うん、区間5位で走ってますし、うん、もう9大点だと思います、うんうん、ですから今回はもう同じね、慣れた区間で頑張ってほしいなと思います、うん、はい、なるほど。で9区、僕塩田選手大抜擢しました。ここできましたね、はい、まあ、裏のエースって言われてる9区、はい、ハーフでね、うん、多分青学じゃ一番勢いあるんじゃないかと、うん、勢いある、ね、ハーフの距離で言えば、うんうん、だから塩出君をちょっとここで使いたいなと、長い距離で一気に、うんうん、ね、はい、うん、でアンカーは山内選手にしました。もう非常に悩んだ選手いっぱいここいたんですけど、あ、まあ、山内君この前1時間3分台、うん、ハーフで出してるんですよ、うん、まあ、そして一番も5000もタイムがいい人なんですよね、うんうんうん、だから本当山内君使ってほしいなという、こちら願望です、なるほど、はい、うん、この5人で、うん、はい、僕は行きたいなと思います。だって去年のレギュラーメンバー7人いないんでしょ。いないですよ。それ考えると難しいですよね。難しいです。結構難しいですよ、うん、はい、うん、それを踏まえてちょっとヨッシーのを見たいね、はい、ヨッシーの、袋お願いします、はい、はい、こちらです。ドン、野村選手、うん、荒牧選手、うん、黒田選手、うん、田中優斗選手、うん、四季選手、おお、はい、変わってきますね、ガラッと。ああ、こうなりましたね、はい、まあ、僕の中でやっぱロックは野村選手、うん、はい、なんか下りには強いんじゃないかって言われてるんで、うん、ここに来るんじゃないかなって去年も言われてましたよね、うんうん、で、あの、この方もね、まだ三大駅伝走ってないんですよ、うん、あ、うん、そっか、なんで、まあ、出雲全日本とね、しっかり経験を積んで下ってほしいですね、うん、はい、
そして荒牧選手、これ一緒ですね、うん、一緒ね、区間まで。そう、前回ね、あの箱根の、まあ、すごい層が厚い中、うん、この方ね、メンバー16人に入ってたんですよ、うん、そうか、そうなんです、はいはいはい、であと5000と1万ハーフ全部持ちタイムいいですね、この方すごく、うんうんうん、であと、まあ、大牟田出身なんでね、うん、ちょっと頑張ってほしいなと思いますね、はい、しましょう。そして8区に黒田朝日選手、はいはいはい、その手があったね。そうでしょ、うん、やっぱ3勝に強いねランナーですから、うん、もう8区のね遊行寺もしっかり対応できるんじゃないかなと思いますね、うん、なるほどね、はい、でハーフも強いですこの方ですね、うんうんうん、そして9区に田中優斗選手ですね、はいはい、まあ、前回8区5位っていうね、うん、まあ、安定した走りしてますけど、まあ、あの今の青学ではね一番長い距離強いんじゃないかなと僕思ってるんですよ。そう思う、うん、なるほどね。なんでまあ袋のエース区間に置きたいかなと思いますね、はいはい、アンカーに四季選手、ここで四季、ここで、うん、まあ、本来やっぱ1区が得意なねランナーなんですけど、うん、まあ、鶴川くんがいるんで僕はちょっと1区は四季くんではなく鶴川くんにしたかった。なるほど、はい、でまあいろいろね当てはめていくとちょっとアンカーが余ったんで、うん、まあ、キャプテンのね四季選手で最後締めるという感じですね。いや確かにね、うん、本当にアンカーのところ迷うんですよね。アンカー一番迷いました、山内選手ですね、うん、僕は山内くんにしたんですけど、うん、ねえ山内選手ね、だって1500とかも強いよ。そうなんですよ、全部強いんですよね、5000、ね、も1万も意外とハーフも強いもんね、うん、見合ってみてどうですか、ちなみにですけど。いや荒牧くんも一緒はちょっとびっくりしましたね。まあ野村くんはね選ぶと思ってました。あ、そう、ずっとあのここは野村くんって言ってました、言ってます、はい、で黒田選手はお互い選んでるけど区間が違うと、うん、そうですね、うん、まあ下りも確かに強そう、なんかそんな気がするっていう感じです、うん、なんか特殊区間強そうですよね。なるほどね、うん、青学ってこんなイメージあの前あったんですよ、うん、あの森田誉選手とか小野田選手がいた頃に、うん、世代が結構抜けたんですよ、はいはいはい、でその次どうなのかって言われて、うん、岸本君とか、うん、あそこら辺がすごかったんで、あ強くなったんですね、まあ、強くなったとかそんなに弱くなってなかったんで、そうなるんですね、これよう似てるんですよね、だから本当1年生や2年生世代が、うん、まあ1年生はちょっといませんけど、うん、2年生世代が頑張ってくれたら、うんうん、本当にもう期待したいですね。なるほどね、そういう意味では、まあ、1年生も現れるかもしれないですね、もしかしたら、はい、いや絶対強い人いますよ ね、うん、次の箱根が非常にキーポイントだと思います。もうちょっとねどんどんこう落ち目になっちゃうか、落ち目になっちゃうか、いややっぱ青学王国だと、うん、いうか今回の大会で決まってくるかと思いますね。大事ですね。そうですね、大事です、ね、楽しみですね、はい、分かりました。ではですね、こうやって今日は毎回10人ずつ選んでもらった後に言ってます、はい、どうしても入れたかった11人目の選手を教えてもらいたい、うん、いやーいますね、これね、悩んだと思うんですけど、これだけお二人の、選んだ選手もダブってない選手もいるじゃないですか、はい、そうですね、ということはその方たちも絶対強いってことでしょ、だから、うんうん、そう聞きたいんで、うん、ヨッシーからいいですか。はい、僕はですね、はい、松並選手で行きたいと思います。一緒やった、マジ、あのそう、まあまあもう一人います、まあいますか、はい、なるほど、はいはい、この方ねもう4年生なんですよ、うん、でもラストイヤーなんですけど、まあ、ここまでねなかなか結果が出てない選手なんですよね、うんうんうん、ただちょっとここ最近ねかなり力つけてきてて、はい、あの絆記録会では13分台出しましたし、うん、学生ハーフでもね青学勢では結構上位の方に入ったんで、うん、あのまあ、すごい注目最近してるんですよね、うんうんうん、でもともと自由が丘出身でこの方、うん、福岡なんですよ、うん、であの宮古寺もね4区で区間賞取ってるね、うん、ランナーなんでちょっとラストイヤー期待したいですね。なるほどね、はい、わかりました、うん、どうだ、ちなみに一緒だったんですね。一緒でした、全く。でもう一人いるんですよね、うん、もう一人一応こう言われたらこの人っていう人はいます、うん、なるほど、はい、でも2人とも11番目の選手が一緒なんですね。一番今年ですよ、うん、今年に入って伸びてるような感じがしますね、メキメキとメキメキとね、うん、なるほど、うん、じゃあまあ同じとは言ったもののもう一人の選手、はい、もう一人は、はい、小原選手ですね、おお、はい、三勝の三勝の、うん、まあ山がね、うん、前回、うん、ちょっと山が苦しくなって、うん、まあ小原選手も走れるんですけど、うん、まあ走らなかったんですけどね、うん、ただ青学って、うん、急に4年生になって強くなること多いんで、うん、まあ、さっきの松並選手もそうですけど、うん、まあ、小原選手もね、うん、別にポテンシャルあるんで、うん、いいんじゃないかなと思って、持ちタイムいいんでものすごく、うん、はい、だからこの選手でも面白いんじゃないかなと、うん、はい、思います。わかりました。もう青山学院大学は、うん、12番目、13番目の選手で言っても出る、うん、出るぐらいの、うん、本当に熱い選手だと思いますけども、そうですね、まあ、このね、大学の中のまず競争に勝たなきゃレギュラーにならないんでね、そうですね、ある意味みんな頑張ってほしいなと思います、はい、注目していきましょう、はい、本日は注目の10人、青山学院大学編でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。